海と日本。天草市牛深町で海中の漂流ごみを回収する活動が行われています。取り組みを始めたのは地元の漁業者の皆さん。2012年から定期的に続けているこの珍しい取り組みは、漁業者の切実な思いからスタートしたそうです。漁業者にとっては厄介者ですね。だから誰かが回収しないと常に流れてる。養殖が盛んな牛深地域、沖合に漂流する流木などのゴミは養殖いかだの網を傷めたり船のスクリューを壊したりします。そこで養殖業者が中心となって海の環境を守る組織を作り、ゴミの回収を始めたのです。その後、国や自治体の協力を得て海洋環境整備船海港との連携も始まりました。この協力作業の結果、漂流ゴミの処理量は前年度から8トンも減少。しかし海にはさまざまなゴミが流れ着いてくるといいます。プラスチックというか袋、ビニール袋に入れたまま捨てるっていうことも見受けられますので、一人一人が意識をするべきかなって思いますけどね。漁業者による漂流ゴミの回収、その輪は仲間たちに広がっています。自分たちの今後につながっていくっていうことで考えれば、小さなことじゃないっていう意識でやってるので、皆さんからの共感を得てるのかなっていう気がします。環境を守っていくっていうのは私たちの使命かな。宝の海を守るため官民一体となった取り組みは続きます。海と日本。